さあ本日のテーマは、とことんマインドが貧しい日本人へ <laughs> というテーマでお送りいたします。 今日はね、愚痴会ですね。特にこう、経済に対して、お金に対して、もうネガティブすぎるよねっていうことをね、みんなと。きっと、ボイシーリスナーの皆さんは、あの、貧しい側じゃないと思うので、僕たちで何とか頑張らないといけないよね、という放送になるかなというふうに思っています。もう思ったことそのまま言います。えっと、あるニュースがあったんですけど、あ、これ前提としてはね、ゴールデンウィーク。 ね。もう今ゴールデンウィーク真っただ中ですけど、今年のゴールデンウィーク、もう外に出てる人分かりますよね。インバウンドの人半端ないでしょ。もう街によっては日本人より海外の人の方が多い街がいくつもあります。もう言ってないけど、熱海とかすごいんじゃないですか。日本人より単然海外の人の方が多いと思う。もう最近はゴールデンウィークじゃなくても銀座とかもね、日本人よりも海外の人の方が多いですね。 で、あの、焼肉マフィア池袋も、ここ最近は日本人より海外の人のが多いです。日によっては50%超えてたり、一回あったかな ?100% って日がありましたね。日本人ゼロっていう日がありました。まあ、それぐらい海外の人はゴールデンウィークに海外旅行に出かけてるんですよ。ところが、日本人は海外にほとんど行ってないですね。で、僕も行ってないので偉そうには言えないんですけど、まあ、行ってないんですよ。 これ事実ね。で、海外旅行にゴールデンウィーク行くか行かないかっていうことを尋ねたアンケートでは、95%が行かないと。まあ、ここまではいいですよ。僕も行ってませんからね。で、その理由がちょっとやばいなと思っていて、えー、なぜ行かないかという理由がですね、ほとんどの方が経済を上げてるんですね。シンプルに言うと、 割高だから海外旅行に行かないって言ってるんですよ。まあまあわかりますよ。なんてうかって円安だから。要は日本のお金の価値が下がっているからですね。だから海外に行くと高く感じるんですよ。まあ例えば日本でラーメン850円だとするとニューヨークだと2500円なわけですよね。高いって感じちゃうんですよ。でもはっきり言っていいですか高いんじゃないです。日本が安いんです。 ラーメン2500円がもう、精神国の標準で、日本だけが安いんですけど、ずっと日本にいるから、しかもね、コロナコロナって騒いで3年間閉じ込められちゃったもんだから、どん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 その差が開いてることに気づいてないってことです。えー、このニュースに書いてあったら、まあ、これニュースの書き方も書き方だけどな、まあ、いいや。えー、っと、東京都内の、えー、男性会社員34歳は、9連休を取れることになり、 海外旅行を検討したが、調べてみると想像以上に高かった。円安もあり、今じゃないと思って諦めた。いやいやいや、今じゃないって、いつならいけるのってことなんですよ。これ短期的に円安とかじゃないですからね。今じゃないんだったらいつ行くのってことなんですよ。で、しかも海外旅行って何の価値があるかっていうと、体験じゃないですか。 体験に対して今じゃないってありえないですよね。いや、これがね、投資とかね、ビジネスだったら分かりますよ。なんかもうイーサリアムが今すごい高いから今は買い時じゃないなとかね。それは分かりますよ。逆に NFT は今すごい下がってるから今買い時だな。投資ってそういうのあるじゃないですか。ビジネスにもあると思うんですよ。あ、タイミング今じゃないなっていうのはね。え例えば、まあ西野明さんの夢と金っていう本これ3年前に出したら、 こんなにたくさんの人手に取らなかったかもしれないけども、時を捉える力すごいなと思って、今だなって感じじゃない。こういうのはあると思うんですよ。だけどさ、海外旅行って体験じゃないですか。それ今じゃないって、ちょっと文脈おかしいんじゃないかなと思うんですよね。体験はね、タイミング逃しちゃダメですね。すぐですね。今チャンスが来たらすぐっていうことだと思います。なのにね、景気が悪いという空気感で、 すぐに日本人は貯金し始めるんですよね。多分ね、そういう人って人生の終わりにお金を使い切らずに死ぬんだと思います。うん。だってずっと、だって今じゃないっつってね、あの、タンスとか郵便貯金とか銀行貯金とかに入れておくわけでしょ。いつも不安なんですよね。 何かあったら万が一のためにって叩いてるんですよね。間違いなくお金を使い切らずに死ぬんだと思います。まあまあ、死に方ぐらい勝手に選ばせてくれよって思ってる人多いと思うんですけど、ね。こういう人ってどう思ってるかというと、お金は自分だけのものだと思ってるからなんですよね。もうお金が自分のものだと思ってる人、もう本当にマジヤバいなと思ってて。 もうねまあこの、もうちょっとこの話は深くなるんで今日一日じゃ収まらないので、まあ、あの、また別の機会にお話しようと思います。もうなんなら今あのえ、僕夢と金が9割っていう本書いてるんですけど、もうそこに書こうと思っております。 ね、お金が自分のものだと思うって、だいぶお金に対する知識歪んでるなと思うんですよね。もう、まあまあいいや、まあちょっとこの話は長くなって、愚痴が深くなるのでね。えー、ニュースに戻りますね。えー、っと、海外旅行を今は我慢してる人に対して、どんな環境になったら行きますかという質問に対して、1位、収入が増えたら、<laughs> 44.7%。<laughs> 2位、円安が落ち着いたら、 43.2%3 位長期の休みが取れたら 35.6%4 位物価高が落ち着いたら34.6%もにはや,やばいよね僕ねこれまでに収入が増えたらやりますと言ってた人が後で収入が増えたからといって行動を起こしてるのを見たことがないです <laughs> まあこれあくまで僕の意見ですけど予約してから収入を上げていく、まあ、そういう生き方僕はしたいですねまあ例えば今ね僕はあの歌手デビューするって決めたんですけど最初に歌手デビューするって決めてアクション取った内容は豊スピットの予約ですそこから曲作りです <laughs> ライブの日程が12月21日に決まってからボイストレーニングスタートですこれ 間違いなくゴールに到達できるフォームなんですよ要は予算ができたらライブやるって言ってる人予算できないですよ先に時間とお金をブロックするんです抑えちゃうんですよね豊洲ピット予約12月21日ねこれお金と時間をロックしてるじゃないですかそしたらねもう やるしかないんですよ。<laughs> ボイトレやるしかないんですよ。忙しいからちょっとボイトレ後回しとかないんですよ。もうだってトヨスピットのステージに立つこと決まっちゃってるから。お金もう予約払ってますからね。これ後回しにできないんですよ。こういうフォームを身につけると使い切らないで死ぬってことはないですね。何をお金や自分を使い切れるってことなんですよね。 もうそういう生き方をしたいと思っています。<laughs> 最後に、えっ、ー、と、海外旅行に行かない理由というか、まあ、どんな環境になったら行こうと思うかの5位。コロナが完全に収束したら、<laughs> 26.7%。いいですかコロナはね、5類になるって決まったんですよ。5類って何かっていうと、まあ、季節性インフルエンザと同じってことです。わかりますか コロナは完全に収束しないって政府が発表したの。<laughs> なのに、コロナが完全に収束したら海外旅行に行くって言った方、海外旅行一生行かないこと確定です。はい、お疲れ様です。<laughs> 死んだように生きるの好きなんですね。ということで、あもうちょっと今日は愚痴しか出ないなまあまあ、でもね、今日僕が伝えたいのは、そんなね、お金や自分を使い切らないで、 のもう残したまま死ぬようなことをやりたくないという方は僕のフォームを使うといいと思います先にブロックする何をお金と時間をスケジュールを切って先に払っちゃうんですそしたらもうそこに向かって予算を稼ごうとか時間を調整しようそういうふうに動くようになります え、もう自分さんを使い切ってお金を全部ゼロにして死にたいという方は、このカモカシらしき時間とお金をブロックする生き方おすすめでございます。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、いいね夢と金が9割、アマゾンの予約スタートしました。